はい、おはようございます。フィッシュマン TV シーバスディビジョンなんですけれども、今回はですね、東京湾に来ております。で、今とっても人気のビッグベイトゲームですね、それをこうちょっとやってみたいと思うんですけれども、はい、今回このエリアのベイトは何ですかね。この城ですね。この城ですね、はい、この城だけ。この城、イワシも少し混じってますけども、はいはい、ほとんどもうこの城メインでクレーム当ててきますので。はい、はい、なるほど、はい、じゃあちょっと頑張ってみます。今日はね、7.5 フィートっていうロットで、で4アンス今日昭和した時のティップセクションがこれぐらいの曲がりなんですね。こんな感じでこうやって入るんですね、この曲がりだから、これがそので 7.3 のこの辺ぐらいで止まってくれるような感じの、強さにしてあって、であとはラインなんですけど、今日はフィッシュマンオリジナルの P ラインで3号を入れてます。まあ、104オンス以上だったらば、まあ、きっと4とか4号とか5号でもいいんでしょうけど、そうですね、今使ってるルアーは、220ミリの130グラムなんですけど、まあ、4オンス強ですね。で 7.5H、うん、全然大丈夫ですね。なんだったらちょうどいいかなと、まあ、これぐらい曲がるんですけど、で胴に溜めて投げれば下手投げでもこれぐらい飛距離が稼げるし、でアクションですね、ドッグウォークもさせやすい。あ、出た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 、ちっちゃいけど、あー、こういう感じでね乗ってる、くだうー、これは楽しいわ、こりゃやばいわ。これアベレージぐらいですかね、この辺。ああ、なるほど。へえ。いただきました。ありがとうございます。出ましたね。ああいう出方なんだね。なんか話してたんだね。がっちりボディを食ってる、まあ60ちょいぐらい？うん、こんな感じですよね。素晴らしい。面白い。これの二回りぐらいの太いやつを狙いたいと思います。よいしょ、よし、まずは1本目、これは期待しちゃうね、続くのかな、どん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 。ちょっと軽いやつに、来年これも2021年モデルで、5フィート10インチの H、うちでいう MXH と XH の間ですね。これがね、非常にビッグベイトとの相性が小ぶりよくて、えらいキャストしやすい、でロッドも軽い、そして4ピースだから姉妹寸法49センチ、電車でねこういう風な釣りとかっていうの方にもいいんじゃないですかね。お、だいぶ短くなったね、わ、投げやす。今回はこの4ピースの 5.0 の H と 7.5H、 それから8フィートのまた4ピースで、これよりはティップが入る仕様なので、なんかこう、そうだな、2オンスクラスのビッグミノーとか、もしくはもしかして1オンスクラスのバイブとか投げるときに入れてみようかなとは思ってますね、そういうタイミングがあれば。ジョイントものっていうものを今作ってて、でジョイントなのに回らずに飛ぶ、距離が稼げるというミノーですね。でこれは今のところただ巻きで、ケツがゆらゆら揺れてストレートに今来てます。
よし、ちょっと。ちょっとサイズアップ。あ、通常行ったんじゃないかな。はい、またね、このプロトうちのこれ完全オリジナルです。今金型から作っていて、で飛ぶジョイントミノーっていうのを作っていて、で今のところ現状で15センチで2オンスぐらいなんですけど、で今のところはね S 字も描かず一直線に来てケツをゆったり振る、なんかドリフト用みたいな感じなんですけどね、結構この城にもこの効きますね。今のところサブサービスになってます。はい、なんとか一発大物をね出したいと思います。出た。これはなんだ、シーバスか、じゃあブリか。ブリっす。ああいいね。一応タミングしないと全部走られちゃうんですけど、一応糸は出さないような感じにして胴だけの吸収で上げていきます。ありがとうございます。はい、まさかのデカトップでブリでした。まあ食った瞬間にね、首振りとダッシュ力で、まあ、すぐに分かる、青物ですね。まあ、こんなのがね、10キロオーバーがいるらしいんで。お、下手くそ。はい、あ、ちっちゃ、ちっちゃけど、ワンキャスト3バイトだったね。乗った。3発目。おお。80はないな。すごいね。上げ止まりの試合で。食い気満々なワンキャストで、ね、3バイト。やっと乗ったって感じ。よいしょ。とりあえず、初日終了しました。いや意外と釣れたんじゃないかな。2人で10本以上は多分キャッチしていて、ブリが1本っていう感じなんですけど、まあとりあえず、まあ、サイズはね一応はちょっと出なかったなという感じなんですが、まあ、それは明日への期待ということ で今回はその羽田のエリアに、来てまして、で風が強くて、千葉側に今日はね渡れなかったんですよね、うん、だから明日、まあ今日もねご覧のようにだいぶ落ちてきたから明日は行けるんじゃないかなと思いますので、そっちでなんとかこう80オーバーのシーバスをこの同じ釣りでやってみたいなと思います。じゃあまず帰りますか。今日はお疲れ様でした。さあ2日目、今日はね、ランカーが出るという千葉県側にですね行ってみたいと思います。まあただなんか最近渋いみたいです。ただね今日から多分
ガラッと状況入れ替わるんじゃないかなと、まあ、いつもこんな感じで楽観でいきます。ネガティブな思想はゼロ多分出ちゃうんじゃないかな。さあ、千葉までやってまいりました。穏やかでいいね、今日は。でね、水面下見るとね、こっちはあのこの城がね、全然羽田沖と違くて、羽田沖で15センチとかだったのが、こっちはね、あのこれぐらいあるんですって。だから結構ビッグベイとかいうことということで、とりあえずホースガイルで水面下を、こういうボートで、重いものをつけて投げる釣りなので、そんなにあの、ロングリーダーはつけてないですね、今日は。まあ地合いが超短いって言ってたけど、今日今が朝の何時、8時半上げ止まりが夕方4時、ここからずっと上がっていくような潮の状態ですね。その中でいつなんでしょうね。今度はね、軽いのも投げれる 80MH4 ピースですね。それに5、このね、80MH なんですけど、全体的にしなやかに曲がるんですよね。なのでこういう軽いバイブとかのピン打ちに、非常にやりやすいですね。で下はもう 10g 以下とかも投げれるので、だけどあの感度がいいから、ちょっとしたショートバイドでもコンと伝わり、そしてグニャッと曲がってくれるっていうロッドになってて、でしかもそれが4ピース、前回だとこれをなんとね、キングサーモンに使ったんですよね。でスプーンの 14g、18g あれを遠投して、でドリフトさせながらボトムタッチっていうのが得意ですね。で今日みたいなシーバス釣りにも、例えば12センチミのバイブで、上は 60g まで、でさっきの 7.5H っていうのはあの130までいけちゃうから、まあ、そういう使い分けですよね。で今回やってるのは大きめの4オンス、2オンスから4オンスクラスを、7.5H で、そして、バイブとか、小さめのミノ、12センチとかのミノを使うときは 80mm でっていう使い方をしてますね。でこっちではもうあの2オンス以上は投げないように投げないので、小さいリール、こういう軽いリールをつけるといいですね。よっしゃ、おお、やった、外れた。
エラのところ。おはい、すみません、ありがとうございます。出た、いましたね。よかった。小さいけど、でもやっぱりついてるんですね。これはもう完全にイツキの色なんでしょ、きっとね。この海域にもとりあえずいたということで、とりあえず80だとですね、こういう釣りが可能になるので、ちょっと1本忍ばせておくと便利かもしれないですね。姉妹寸法60センチぐらいちょいなの でまだまだ軽いのも投げれるんでね。じゃあこれリリースします。この千葉エリアがですね、いまいち魚影が薄いということ で今連絡船長を取ってもらって、昨日の羽田沖でまた釣れてると。昨日、まあね、良かったじゃないですか。あんな感じになってて80も絡んでるということなので、ここで心中するか、思い切って1時間走って向こうに戻るかということなんですが、ちょっと気配が薄いので思い切ってまた戻ろうかと思います。行きましょう。さあ戻ってまいりました、羽田沖。ラスト2時間勝負ということでね、とりあえず大きめのやつでまたやってみたいと思います。ロッドはもちろん 7.5H。 これやっぱりこの城がめちゃめちゃいて、バババって食われてる時にバンと打てれば確率やっぱ高いですよね。ですよね。これだけいるこの城の中でパニックになってる軍団を見つけるといいんですかね。はい、ルアーチェンジ。今度はマグナムザラ。軽いね、これは。うわ、出た。体全部見せたね。よし、よし、乗った。よし、これどうかな、行ったかな。行ったんじゃないかな。素晴らしい、パンパン。すごいですね、東京湾ビッグベイトスリバス、これは面白いわ。ロッドはね、合ってますね、この釣りに。飛距離、まず動画結構粘るんで、かなり飛距離が稼げるのも見えてたと思うんですけど、ちょい投げで 50m、 100g で、で遠投で70ぐらいは稼げてたかな、糸、なんだ、色のね、あれ見てたら、まあ十分ですよ。で沖からサーチすればやっぱり可能性は高いし、
うん、広範囲で攻めれるから面白いと思います。 7.5 エッジ合ってますね。すごいね、やっぱりペンシルのさ、ドッグは目立つんですね。これだけ子主がいるのにちゃんとバイト出るもんね。なんだったら沈めてさ、マッチザベイトとかしてるより効率がいいもんね、きっとこういう釣りの方が。これなんか一日中こういうペンシルの釣りやってると疲れそうに見えるでしょ。実はね、疲れてないんですよ。なんでかっていうとね、ここの軸にね、こう乗せてるだけでね、握ってないの。でハンドルはちょっと強めに握って、でロッドのティップの弾力だけでドッグウォークさせてるんですよ。これ乗っけてるだけ、まあ、バイト来たらね違いますけど、つかないね。出たよっしゃ、あおいいね、いいよ。でも遠いから抜けちゃわないで。あれ寄りがいいね。ああやっぱり同じようなサイズか。いや面白い、おもろすぎるね。うん、まあこのサイズですけど、さっきよりお腹がね、まだこれから食べるとこなんでしょう。この頭のサイズじゃないんだよな。ただね、魚すごい遠くでかけたから、ファイトは楽しいね。すごい引くんですよ。さすがこれに食うだけのことありますよね。いや面白いな、これは。ちょっと明日もやろうか。すげえ面白い。この東京湾のポテンシャル、これで普通なのかな、いい日なのかな、ちょっと分かんないですけど、それがこの小本で、まあ子供6点でも 7.5 エッジでもいけるんですけど、まあバイブとか、12センチ14センチミニを投げたい時というふうな方がいらっしゃったら、来年発売する 7.5 エッジ、これ今回ちょっとずっと使ってみて、まあだいぶハマってるかなという印象でしたね。もともとはその西の方で、広島のスタッフが基本的に監修したんですけど、リバーのこの城ゲームとかに対応する、でまたは、時折その入れ替わってサッパとかに変わった時でも対応できるように、そういう柔らかいティップセクションで、柔らかいんだけど適度に張りがあるので、まあ、感度も損なわず、で曲がった時もバレにくいっていう風なロッドに仕上げます。これぜひ店頭でチェックしてみてください。